天が市立王将南障害学習プラザは、兵庫県天が市王将地区にある、天が市立障害学習プラザ。かつては、旧王将村役場、旧王将公民館の建物であった。国の登録有形文化財。現在、耐震等補強工事により、2022年4月30日まで休館中。図書館業務は、甘が市立王将北障害学習プラザで、 行っている。鉄筋コンクリート造り、地上3階、地下1階の建築物で、完成当時は役場として使用されていた。甘ヶ崎市立障害学習プラザとなった、現在の内部には、ホール、実習室、学習室、和室、図書コーナーなどがある。また、休憩品室には、歴代王将村長の肖像が掲げられている。市内に、刑に関所在する。 半神館モダニズムを代表する建築家である村野東吾の設計による、その作風から以下の点などに特徴が見られる。本建築物は当初村野建築技師が設計を担当していたが、1934年の室戸台風による高潮被害で計画が一時中止、1936年の再設計にあたり村野東吾が依頼を受けた。 ちなみに建物に装飾された鳩やオリーブの木は、村野が水害からの復興を旧約聖書のノアの箱舟になぞらえたものと推測されている。建築後半世紀近くを経て行われた建物の全面改修後も、外壁タイルは建築当時の材料が忠実に再現され、旧憩品質には当初のベニア板張りの内蔵が現存している。登録有形文化財の標識玄関横に、 掲げられている。天が崎市立中央北生涯学習プラザ。天が崎市立小田北生涯学習プラザ。天が崎市立小田南生涯学習プラザ。天が崎市立大正北生涯学習プラザ。天が崎市立,立立花北生涯学習プラザ。天が崎市立,立立花南生涯学習プラザ。ありがとうございます。